崎市健康安全研究所というのが、研究所の名前ですけれども、全国的にこういう研究所があって、統一的な名前としては衛生研究所という名前がついています。ミッションは共通な部分があって、公衆衛生上の問題を取り扱うところ、パブリックヘルスインスティテュートであるという考え方になります。例えば食品で、何か食中毒の原因にあるような物質が含まれているのではないだろうかとかですね、あるいは食品に、放射能はどのぐらいのレベルにあるかどうか、あるいは飲み水として、十分な安全基準を満たしているかどうか、今のは理化学部門ですね。それから、微生物部門というのがあって、食中毒が出たときに、どういうものが原因菌であるのか、あるいは、去年騒ぎになったデング熱、これがあった時の検査である、患者さんの検査とかですね、モスキートの蚊ですね、その検査であるとか、今日本はハシカ、子どものハシカのエリミネーション、ほとんどゼロに近いと WHO からも宣言されているんですが、そういう患者さんが本当にハシカのウイルスを持っているかどうか、あるいはその遺伝子はどんな遺伝子なのかというような検査、あるいは結核の検査とかですね、それがファンクションとしては2つ目です。3つ目のファンクションは、感染症情報センターというふうに言ってるんですけれども、市内で発生した感染症について一線の先生から送ってもらったものを集めて、市内における感染症情報というようなことを発信して、医療機関への提供だけでなくて、今のようなものは、行政機関への提供、それからパブリックへの提供というような形が、大きい3つのミッションです。でそれがベースにあるんですけれども、研究所ですから、研究的なことにも取り組んでいます。公衆衛生をやるところであって、それがあくまでベースで、もしここが研究機関として研究だけをやっていることになると、やっぱり公衆衛生をやるところがなくなって、でそれをやるんだけれども、しかしそういうものに対しては常に工夫も必要だし、新しいこともしていかなくちゃいけないし、ルチンのことをやっているだけではなくて、その研究というものに対してやらなきゃいけない部分だと思うんです。で それを理解しないと、単なる検査機関というふうになってしまうのが、いけないところで、それは将来発展していくべきところだと思います。このエリアの特徴としては、いろいろな研究機関が周辺にあるということで、研究所の連携であるとか情報の交換だけでも随分お互いに刺激になるので、そういったようなこと、それから川崎市っていうものがありますから、地元の会社とですね、その公衆衛生に資するような良い研究、新しいポテンシャルを探すとか、そういったようなことも大きいミッションになります。小児科医として長くやってて、ただ小児科の中の、サブスペシャリティとしては、分野としては、感染症であり、予防医学だったんですね。それで、大学病院その他での臨床経験に加えて、WHO でそこのマニラオフィスの中で感染症のリージョナルアドバイザーとして、3年半、いました。それが公衆衛生、特に国際的な公衆衛生っていうようなことに、大いに刺激されて勉強したわけですけれども、その、バックグラウンドを持って日本に戻ってきて、そこから国立感染症研究所に行って、感染症情報センター、センター長という形で15、6年ぐらいですかね。一つはサーベイランスを、国としてちゃんとやれるということで、それをその応用して臨床の方にフィードバックするのと、例えば新型インフルエンザ対策とか、ね、SARS が出た時とか、僕らの行った時もエボラ出血熱が出たし、そういうような新興最高感染症、エマージングディジーズとか、ウィーエマージングディジーズって言うんですけれども、そういったようなものへの対応を、それからその場でのどうやって対策を取るかというようなことを中心にやってたんで、そこをリタイアしたときに、ローカルなところで実践にしてみるというのは非常に面白いなというふうに思ったのが、僕のバックグラウンドになりますかね。食中毒の原因になる細菌であるとかウイルスであるとかいうのは、これは微生物をやっているものとしては、その微生物がいるかいないかをちゃんと見ないと、原因もわからないし、それから対策も取れないし、それからこういう公衆衛生行政機関としては、場合によってはそれによって、お店のですね、営業停止とか、
いうようなところにもかかっていくので、非常にこう厳密な検査は求められるんですけれども、ちゃんとした国の決まりとしてやる方法は、5日とかですね、数日間かかってその検査はできる。つまりきちんとした検査ほど時間がかかるんですけれども、そのスクリーニング的にはかなり早い時間でやらないと、体温が遅れると広がってしまう可能性があるわけですね。それなんで早くこれを検出しなくちゃいけないと、その遺伝子検査でもある一つのプレートのようなところに組み込んだ形でスパンとこうできれば、早期に、ある程度の検討がする。それを早く作りたいっていうのは、一つ目的としてあったわけです。それからなぜこういうものが必要だったかっていうのは 3.11 がきっかけになって、ああいう大震災のような時に現場で例えば避難所とかですね、ああいうところにたくさん人がいる時に食中毒のような症状が出た時に、やっぱり早く診断しないと狭いところで一気に広がる可能性があるというところで、迅速診断をポータブルでやるというようなことも、これは企業側も我々側もそういうことはやりたいなと思っているのが、川崎市とその企業とのコントラクトという形で、研究のお互いのノウハウの交換をやって、で最終的にそのプロダクトとして出てきたのが十数種類の病原体に関して、数十分から1時間もかかんないと思うんですけれども、そのぐらいで検出できる方法、それでそういうチップを開発して、なおかつそれが商品化できたというところが、一連の流れだと思います。でそこから得られるものはやっぱり我々が持っているノウハウ、それから企業の持っているノウハウを使えば、新しいものがそうやって創生できてくる。それこそパブリックヘルスに対して非常にこうインパクトのあることだというような気がして今進めたということがあります。でもデング熱はもう大正昭和の初めからその病気は日本で知られている病気で、時々入ってくることはあったんですね。で、しかし、国内に土着するっていうのは、第二次大戦のわずかな時期であって、それからずっとないけれども、常に輸入される感染症として警戒はされてたわけです。でその他にも例えばウエストナイル熱とかですね、日本脳炎とか、これは日本に到着ですけど、マラリアとか、そういう蚊が運ぶ病気っていうのは、ある意味では公衆衛生上も、それから病気としても大切な病気である。例えば川崎市内のあちこちにですね、7、8箇所になると思うんですけど、蚊をトラップするところをモニターをして、でそういうようなことはもう十数年やってるわけです。でそれが私は非常に重要なところで、その公衆衛生の対策っていうのは、その何か起きてからすぐにやるんじゃなくって、ベースとして常にやってるってことに時間とお金と人をかけることが必要だ。キングスカイフロントっていうことで、国際っていうものもキーワードですから、そういう意味ではここが一つ取り組まなくちゃいけないのは、やっぱり輸入される感染症、国内にはないかもしれないけれども、そういったものに対する監視であるとか、そういうものに対する警戒を、しかもその、国際フロントとして位置づけるようなところではですね、国内あるいは市内だけのその病気を見てるんじゃなくて、その広い視野で立って、人に関わる病気であるとか、その原因というものを見つめる必要があるし、それがこうキングスカイフロントにいる、我々の特徴になるかもしれないし、モチベーションになるかもしれないし、キーワードだと思うんですね。リサーチャーがここにいるっていうのは非常に有利なことじゃないかと思うんです。一つのところで非常に近いところにいれば、それは何かを作り出さなくちゃいけないし、でもそれは僕らから言えばやっぱりワンワードワンヘルスに結びついていくと思うんですね。いろんな分野が携わる中でのその目的に関わるところはヘルスと、でそのヘルスを共通にして、いろんな分野がその共通のテーマに取り組むという意味になると思うんですね。そういう点では私のいる研究所は微生物部門を持ち、情報を持ち、で理化学分野を持っているので、小さいながらのワンワールドワンヘルスの一部である。でそれを、このキングスカイフロントっていう、中でのですね、発展に、つなげればいいなというふうに思います。